できなくて近場のトイレを探したところ、まさか入ったのが今は使われてないあの校舎のトイレだったんだろう。そう、本当に運が悪かったよね。あのトイレに足を踏み入れちゃうなんてね、出るっていう噂も知らずに。その噂の名前はトイレの花子さん。もう何人も襲われてるらしいよ。なんか襲われてる人たちの情報を聞くと、スキスキスキビティチュッチュバトイレって言ってるらしいよ。面白いもしかしたら愉快なトイレの花子かもね。みんな怖がってるけど俺は怖がらない自信があるな。あ、言ったな。もちろん。え、じゃあさ、今日の放課後肝試し行こうよ。よし、乗った。正体突き詰めよう。突き止めようの間違いだろう。ちょっと暗くて怖いね。大丈夫だって。ここが噂のトイレか。ちょっとドキドキするね。だな。ここがトイレみたいだな。おい、誰もいないぞ。嘘でしょ。やっぱり噂は迷信だったんじゃ。そんなはずは。今日は時間も遅いし帰るか。うん、うん、あ、どうした。トイレの花子さんを呼ぶ方法があるんだった。え、そんな方法あったのか。うん、3回ノックして花子さん遊びましょうって言ったら返事が返ってくるらしいよ。へえ、そうなんだ。じゃあドア閉めてやってみるか。うん。花子さん遊びましょう。やっぱダメじゃん。やっぱ噂に過ぎなかったのかな。うん、帰ろうぜ。うん、帰ろう帰ろう。うん、スキスキスキビティどっちもトイレ。え、ね、今の聞いた。うん、スキスキスキビティどっちもトイレ。どういうことだ。ち、実は私、ある日学校のトイレ掃除を任されて掃除をしていたら、封印の札、なんでこんなところに封印の札なんか。こういうの気になる。
そうだったのか。ということは、トイレで女の幽霊が現れるっていう噂が広まって、それが自然とトイレの花子さんってみんなに思われるようになったってこと？そうよ。私は花子ではなく、メイドですわ。そうだったのか。あ、助けてくれたらご褒美あげるからお願い、助けて。助けてあげたい気持ちは山々なんだけど、どうしたら。お願い。困ってる人を助けないわけにはいかないよな。そうね、いろいろやってみましょう。ありがとう。まずは頭を引っ張ってみよう。うん。あ、優しくしてね。よいしょ。何かに関係してるんじゃないか。あ、じゃあ一緒に歌ってみる。やってみて損はないけど、ちょっと恥ずかしいな。メイドさんのためだよ。やってみようよ。ふ、二人ともありがちゅう。すっきすっきすっきみちゅっちゅはどいね。好き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 。あ、成功だ。一緒に歌ったことで封印が解けたのよ。よかったな。やったー、二人ともありがとう。俺に、二人に愛の愛のご褒美をあげるわ。私からの愛のキスを受け取って。ちょっと待って、やめろやめろ。まあ、やだあ、キスって最高。おい、逃げるぞ。キャー。あら、お待ちになって。こうして次の日からこの学校にはトイレの変態メイドがキスをしてくるという噂が広まっていった。